こんばんは、タモリです。こんばんは、大西純子です。こんばんは、林家こぶえです。この番組は今日から4日間にわたりまして、ジャズのあの貴重な、今となっては大変貴重なですね、映像をお届けしようというわけで、まあ、それに伴いましてジャズファンが増えてくれればいいなというようなところも狙いもあるんですが、まあ、夜の8時にお茶の間にジャズを届けるというのは今やもうこれは大胆な試みになってます。はい、今日は月曜日ですから、多分裏では水戸校もやってると思う。これファンが重なるな。重なりますね。多分大部分は重なるのではないかなと思います。でも大丈夫だと思います。今もジャズ番組ってはないもんね。昔はいろいろあったんですよ。はい、本当あの落語の番組、そしてジャズ番組は裏の館から姿を消したという昨今でございます。落語家の人ってジャズ好きなんだよね。大好きですね。やっぱりなんかこう引き合うものがあるんでしょうね。破滅型滅亡型それが2つともだんだん姿を消して、もうある人に言わせるとジャズと落語は法律で禁止されてるんじゃないかとかですね。難行苦行の世界に入って千日会ごと共に恐れられてるっていう、まあ、でもなんか共にこう手を取り合って頑張ろうっていう気はいたします。でも一緒に破滅しちゃいましたね、なんかね。何言ってるの。あんたジャズプレイヤーですからね。そうですね、プレイヤーですから破滅したらおママの食い上げになるわけですから、まあすね、頑張っていただきたいと思います。はい、でも今日はあの素晴らしいビデオなんかも用意してますから、きっとこれでまたジャズファンの方も増えるといいななどと思っております。そうですね。今日用意いたしましたのはですね、イギリスの BBC という放送局があるんですけれども、そこで1964年から65年にかけての番組ですね。BBC 放送のですね、ジャズ625っていう人もいるんですけども、ジャズ625という番組ですね。まあ625ということなんですけれども、はい、これはあの貴重な映像を収めてるんだよね。そうなんです。すごいですね。これあの記念番組だそうです。あ、そうなの。はい、あの625っていうから6時25分に始まったのかなと思ってたんですけれども、あのテレビのブランカの中に捜査線という線があるそうですね。警察官がずっとこう、いやいや、そういうじゃなくてあの線があるんだそうです。その線が625本に増えましたよという、あの記念すべきジャズ番組だそうです。まあ、あの幻のいろいろなシーンもございますし、そうらしいんですよね。この番組はですね、そればかりじゃなくて、国内のミュージシャンによるプレミアムライブもお届けしようということになっております。ぜひお楽しみください。いいですね。まあ、僕らジャズファンとって昔はあの映像なんかどうだっていいんだと、はい、音があればそれ十分じゃないかと思ってましたけども、ね、今となってやっぱり映像貴重ですよね。そうですね、全然魅力が違いますね。やっぱり何やってるかすぐ分かっていいですよね。ミュージシャンだったんですか。本当に結構謎があのなんですか、あの、うん、レコードだけじゃ結構謎がいっぱいあるんですよ、うん、一体これどうやってるんだろうとか、そういうのがあのビデオを見るとねすぐ分かっていいですよね。じゃあ早速一作目ちょっと見てみましょうか。すごいですよ、初っ端これ出していいの。すごいですか。そんなどうですか。そんなもたもたしたしゃべりではないというような気もするんですけど、動くどうで動くんですか。そんなもたもたしてないですよ。動くウエス・モンゴメリーです。はい、動くですよ。いや、動く映像がなかったんですけども、国内で、出てるのはこれの海賊版が流れてたって、その本家本元を今日ご覧になっていただきたい。今までは動かずに弾いてたんですか。もういいんです。ウェズ・モンゴメリーのジングルスお聴きください。
これ以前のギターってのはどっちかというとちょっと地味な楽器だったですよね。そうですね、あの、ビッグバンドなんかだと単に伴奏みたいな感じでしたね、ワンリズムだけをこうやって、ね、フレディ・グリーンでしたっけ、カウントベーシーの、カウントベーシーのね、やる人は横にこう弾いてましたから、あの人はねそれがだんだんソロを取るようになって、このウェス・モンゴメリーでギターっていうのが全面に出てくるわけですよね。そうですね、あの、ずっとピックでこうやってたのが、あの、うちの中で練習するときに、あの、近所に迷惑ならないようにっていうんで、指でこうやり始めたっていうのは、まあ、この人らしいんですけどね、だから、あの、音色が独特で、あ、影山先生どうも、ちょうど通りかかったもんですから、はい、前にちょうど、そうですか、ギターちょうどか、ギターやりますよね、はい、弾き語りアメリカでずっとやってました。あ、そうなんですか。いや、今見ててびっくりしたんですけどね、多分ね、サムピックつけてると思うんです。サムピックっていうのは親指につける、あの、プラスチック製のピックなんですけど、ウェス・モンゴメリーの場合は、あの、
返しって言いましてね、要するにギターの奏法ってピックでダウンとアップがありますよね、往復運動ですね、往復運動のかき上げの部分ね、アップの方をあれだけの速さで、しかも小指でこっちの手固定しておいて、固定してますか、あれはとんでもない親指の動きですよ、あれピックは見えなかったですけどね、そのぐらい動きが速いということです あ、まあそうですね、はい、あとあのこれ有名なオクターブ奏法というところが、はい、初めてやったの、あれ どういうことなんですか、オクターブっていうのは、オクターブを押さえるわけでしょ、はい、まあ、ドとド、はい、どうすると2弦を使いますね、はい、であとこうやるとの他の弦が鳴っちゃうから、この指かなんかで全部消すんですよね、殺すんですね、音を殺すって言って鳴らないようにするんですね、はい、それでこうやって2弦だけの音をこうやってオクターブでやっていく、うん、じゃあウエス・モンゴメリーはそれを編み出したというか、まあ、そこまで完成させたというか、ね、そこまでのレベルにしたのは、そこまでのレベルにしたというのは大変ですよ、ああそうですか、初めてギターというのがこうバッと前面に出てきた、彼はこの後に9月にですね、これあの捉えたのが3月の9月にはグラミー賞を受賞するというんですか、だからこれあとずっと映像出てきますよね、本当面白いですよ、普通のあの我々が抱いたイメージと違う演奏なんかもありますよね、そうですね、なるほどなという、まあ、イリギリスという土地柄もあるでしょうけどね、ジャズはいつ頃から聴いてたんですか、中学2年ぐらいからですね、だから1960年から、あの頃 FEN で12時5分からありました、ね、ラウンドミッドナイト、ランドアウトミッドナイト、ミッドナイトジャズ番組があった、 FEN って外国放送ですか、そうです、極東放送です、12時からニュースがあって、で5分から、5分からダラララララララ、セロニアスモークの名曲、名曲、確かにメナード・ファーガソン、メナード・ファーガソンですね、オーケストラです、そうです、それをね受験勉強の間にこう聞くんだよ、でそうやってだから耳に入ったんですよ、うん、そのラジオのテーマミュージックとか、うん、でなんだけど自分で初めてレコード買ったのがだから中学2年の時ですね、あそれは覚えてます、何買った、覚えてます、何買った、あのね、デッカのね、25センチ LP なの、あった、昔25センチ LP で、ルイ・アームストロングオールスターズなんですよ、当時ね、そういうやつがあったんですよ、思い出して、いろいろ出たのがあったんです、不思議なものがあったんですよね、25センチ LP って知らないでしょ、知らないです、もう30センチか、もしくは SP ですか、シングルレコードの EP、ドーナツパンですね、25センチってあったんです、安いんですよ、これ800円なんですよ、800円、あとあのそのシートってもあったよね、ありました、ペラペラペラ、ありました、ありました、ソノラマ、そのシート、ね、ソノラマ、あれは結構買いました、はい、あれ買った、ね、ケロヨンのテーマとかいろいろありましたね、はい、赤い色なんかしてる、赤と緑青ありましたねしかしあのジャズに限らず幅広いよね、いやでも、ね、そもそもはジャズなんですよ、でなんでその25センチのルイ・アームストロング買ったかっていうと、うん、映画であの5つのどうかってありましたでしょ、うん、であれあのダニー・ケイが主演で、うん、まあ、あのレッド・ニコルスって実在したコルネット奏者の、うん、ニューオリンジャズですけどね、どっちかって、うん、であこれいいなと思ってサントラ版買い行ったんですよ、うん、だそこのレコード屋にサントラ版がなくて、うん、で見たらその25センチのルイ・アームストロングがあったから、あじゃあこれでいいやって言ってそれを買って帰ってきた、でそこから入ってで今度だん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 モダンジャズ行って、うん、でモダンジャズから今度大学生ぐらいになった時にもうぐちゃぐちゃ状態じゃないですか音楽が、うん、それで曲で言うとねサイドワインダーとかねリモーガン、ね、 うん、あの辺ぐらいのところからずずずずずっとこうブルースに、ブルースにちょっとブルースにっていうかね、それまた系統的なんです、モダンジャズに一遍行ったのにわざわざそこからニューオリンジャズに戻るんですよ、うん、また聴き始めが、うんうん、でそこから今度ねあのラグタイム行っちゃうんですよ僕、はあ、これあんまりいないねラグタイムの人は、だからであのバンジョー弾いたりなんかしてね、うん、たんですけど、バンジョーも弾いてたの、でラグタイムから今度はねブルース行くんですよ、いわゆるあのフォークブルースとかああいう古いブルース、ライトニー・ホップキンスとかああいうののブルースに行っちゃうんですよ、流れ流れたね、でも大学生の時フォークバンドを学生バンドでやってて、まあ、結構売れてたんだけど、フォークバンドやってた、やってたんですよ、でその他にでも裏でもって実はね、うん、ジャズのカルテットやったの、これはあのいわゆるパーティー用のダンスバンドなんですけどね、あのパーティー用 の, その踊るジャズバンドって どんな、いやモダンジャズやってたんですけど、スタンダードを、うん、ピアノのメインにしたカルテットでやってたんです、それでみんな踊るんですか、踊ります、踊ります、へえ、踊れるもんなんですか、4ビートで踊りますよね、あのね、あの踊りますよ、あの頃はね、ダンスパーティーってのが異常にあったのよ、大体あの各大学のクラブが資金集めのために年末にダンスパーティーを開くわけです、そうですね、その需要、バンドの需要が多かったの、ただ早稲田だとハイソでしょ、そうそうそう、ビッグバンドでハイソ、そうですね、で俺たちもちょいちょいお声かかんだの、モダンジャズのその研究会でね、うんうん、
そのカルテットぐらいで行くんだけども、うん、結構でもいい収入源にはなったんじゃないですか。いや収入源になりましたよ。学生時代会場多かったのが目黒パークレーンズとかね、ボーリング場でやるんですよ。ボーリング場でやるんだ、懐かしいね。ボーリング場でですか、うん、もちろんボーリングはやってないわけです。いやこっちだからあのパーティースペースがあるんですよ。あるんですよ、広いところ。そこでだから演奏してて向こうからゴロ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 ピーンとかね。あの頃でだから大体パーティー1回演奏バンドでやると、うん、2500円ぐらいかな僕らの頃で1人ね。1人え大体そんな、うん、その頃2500円あればね、成城学園に家が買えましたから。いや買えないから買えない買えない。学生バンドでマネージャーとしかやったでしょ、ね、2500円の倍の5000円もらえるんですよ、うん、5000円でとにかくあの1ヶ月ぐらいずっと夏回るでしょ。金溜まっちゃって使い切れないんですから、うん、今のジャズミュージシャンよりいいんじゃないですか。今のジャズミュージシャンいいですよ、ねえ、うん、今のジャズミュージシャンの方って大体ライブハウスでどれぐらいいただけるんですか。ライブハウスは安いですよね。安いですよ。だチャージバックなんていう制度だと、あの来たお客さんの数によってギャラが決まるわけです。寄せと一緒です。寄せと一緒ですよ、はい、寄せの割と一緒です。入らないと1200円とか1500円ってあります。もう何百円とか、うん、さびれてますね。そうなんですよ。ですからここでも少しあのジャズファンを増やしまして、ね、お客さん少しでもね、あの生活を楽にしようという意味を担ってるわけです。あのとっておきの映像その2なんですけど、そういうお客さんを増やそうと思いましてですね、あのセロニアスモークなんかかけて、ね、好きだった いい映像ですよこれも。あそうなんですか、これの出し物はですね、出し物で寄せじゃないんですから。どんどんとか言いながらめくりがめくりが来て、じゃあちょっと聞いてみましょう。カルテットらしいです、ね、はい、セロニアスモークエピストロフィー。
文句ですけどもね、これをいきなり初めての回に見せてよかったのかなっていう感じもありますけどね。インパクトのある映像でちょっと脅かさないとダメだなと思いますね。そう、なんか、今の瞬間にあのこう ご家庭でね、リモコンに手を伸ばした人の姿がちょっとピピッいった人の姿がギャーッとかこんなことやってましたからね。いいですね、かっこいいですね。この曲がまたね、ちょっと難しいですね。難しい曲ですしね、まあ文句という人はあの多弁的な人じゃないよね、そうです、突弁の人で本当に、音もね、とつとつとした音がとつとしてますからね。あの僧侶とかいうなんかあだ名とかニックネームも文句ですからね。そうですもんね。そうなんですから、他のピアニストが、いやー私はね、なんとかかんたらわーって喋ってるのはこの人、僕はあのねっていう感じでそうじゃないよ別にって、こういう風な人ですからね、渋いですから、ハマっちゃうとその彼この人はハマっちゃいますよね。もう当時からもう文句じゃないと絶対ダメだっていう人いましたもんね、文句以外もう認めないっていう。でも一見聞くと、一瞬聞くとですよ、小坂ピーターソンだとか、エヴァンスだとかを聞いてると、下手くそじゃないかって思う方もいるみたいですね。当時からそれは議論があるところですね。でもね、繰り返し繰り返し聞くとね、やっぱりすごいですよ。特にあのソロのやつ、あのソロモンクってアルバムあります。あれジャケットダメですね。あの戦闘服に乗ったみたいなやつ。なんかイラストレーターのポール・デイビスだ。下手くそですね、あれ。なんかありますでしょ。なんかパイロットさん、ゼロ戦乗ったパイロットみたいな。そうそうそう、ここスカーフが伸びてるやつ。スカーフが伸びてる。目がジャイアントロボみたいな。なんであんな絵描いたの。いやでもあれ、これ最悪ですよ。ポール・デイビスって有名なイラストレーターなんです、確か。あ、そうです。センスないですね。で僕あのむさびでね、絵描いてる頃に徹夜で絵描くんですよね、自分の部屋で。その時ね、ソロ文句を延々繰り返し一晩中描けながらこうやって絵描くの、とグッ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 と入ってくる。もう特にあれだからダイナとかね、ダイナダンダンダララララ、そう、あれ、あとルービー前でやってよかったですね。あれが、あれが、あなたたちは文句好きですね。大好きです。文句好きです。大好き。私ははっきり言うとついていけないんですよ、文句には。まあ、同じピアニストですね、文句のすごいところってのはどういうところ。やっぱり異常にスイングしてますよね、スイングが、あんな数少ない音でスイングはすごいよね。っていうか無駄がないですよね、全然。じゃ あの文句嫌いな人が離れちゃうとダメなんで、結構みんな大丈夫よっていうエヴァンスなんか出してみますか。エヴァンスのものによっちゃなかなか渋いですからね。渋いですよね。それではビル・エヴァンスでサムデイマイプリンスウィルカム、いつか王子様。Thank you.
まあ、ビル・エヴァンス、さっきのセロニアス・モンクとはちょっと違った感じのね、そうですね、人ですけども、これは渋いっちゃ渋い、暗いっちゃ暗い暗いです、極端の男行ったね、初回にしてはね、ほとんど一度も上を向きませんでしたね、全員こうだろうね謝ってたんですね。でも奥の深い高度なインタープレイが聞けたんじゃないかなと思うんですけど、この頃ジャズ的にはどうなんですか、白人が割とあのジャズの中では差別、うん、逆差別ですね、逆差別受けてた、ちょっと肩身の狭いっていう感じでしたね、なんかマイルスのバンドにいたんですよね、ビル・エヴァンス、でもすぐ辞めちゃったんですけど、短かったですね、あれほとんどなんか追い出されたとかね、いろいろ、でもあの時のブルー&グリーンのピアノはいいですよ、いいですね、はい、キャノンボールとかコルトレーンとか入ってますけれども、エヴァンスのピアノがもう透明感溢れるんですね